これまで連敗ストッパーとして好調の森田。しかし波に乗る阪神打線はまず2回に満塁のチャンス。ここでバッターピッチャー猪俣がセンター前にタイムリーを弾き返し2点を先制します。そして4回には八木のこの当たり、ツーボールからストライクを取りに来たボールをレフトスタンドに運ぶ第3号のソロホームラン。この後ランナー3塁でバッターはまたまた猪俣。ここで今度はスクイズを成功させます。ピッチャー猪俣は打つ方でもなんと3打点の大活躍です。阪神さらにこの回ワンアウトランナー1、2塁で忘れてはならないこの人亀山、バントしてこの炎のヘッドスライディングでオールセーフ。この後パチョレックの犠牲フライで5点目が入っただけに価値あるヘッドスライディングでした。一方対応は阪神先発の猪俣から4回そして6回にシーツが2打席連続のソロホームランを放って2点を返します。そして試合の終盤8回、太陽はワンアウト満塁のチャンス。ここで阪神2番手の湯船がなんと2者連続の押し出しのフォアボールで2点を許してしまい、太陽の反撃ムードが盛り上がってきますが、これを断ち切ったのが阪神の抑えの切り札田村。堂々のピッチングで太陽打線をピシャリ。阪神は太陽に連勝です。